今ファンになっておけば10年後降参だよ。皆さんこんにちは、トミックです。今回も多かったリクエストシリーズー。全国いろんなところ行ってるけども、やっぱり北海道ってものすごく需要があるんですよ。で、まあその中でもリクエストあったところで、数量限定だけども大盛りで安い海鮮丼を出すお寿司屋さんがあるので行ってほしいと、今年のね春ぐらいからねもう定期的に来てたわけですよ。ただやっぱね、北海道って1回遠征に行くとさ、1日2本まあ3本しか取れないわけですよ。結構他にもいろんなリクエストあったりしたところとかもあるんで、そういうのとかこうやっていくとなかなかねこう回せないわけですよねっていう感じなので、まあちょっとねそれで保留してたんですけど、今回ねあの北海道久々に行くということで、そちらに行きたいと思います。リクエストもまあまああって、しかもその北海道っていうのもあるので、まあ期待値はね高いはず。まあね、百聞は一見にしかずということで、海鮮好きは絶対にグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方登録お願いします。ということで今回やってきたのはこちら。パッと見田舎にあるカラオケみたいな建物、神寿司というお寿司屋さんです。リクエストめっちゃあったところです。ここの数量限定の大盛りの海鮮丼が安くてすごいと。まあ北海道なんでハードル上がりますよね。ちなみにアクセスで言うと島松駅から徒歩で5分以内、めっちゃ駅近。しかも新千歳空港からも割と近いです。ただ各駅に乗らないと止まらないという欠点があります。建物が寿司屋っぽくないので一瞬探しますが、看板もあるのでまあわかるでしょう。開店が11時半からで定休日が毎週月曜日。水曜日とかじゃないのでそこだけ注意。調べた情報では開店前から並ぶみたいなことあったんですけど、現在開店5分前なんですけど、全然そんな並んでる感じはないです。本当は30分前に来る予定だったんですけど、これの前にサーモンパークで撮ってたんでちょっと遅くなってしまいました。一組ぐらいしか並んでないです。まあ平日なんでね、これが土日だったらわからないです。ちなみにランチは880円からとかなり安いです。というか昼のラストオーダーが13時45分は珍しいですよね。一応車を使う人のために駐車場はちょっと歩いたところにあります。もちろん看板もあるので分かりやすい。店の規模に対して止めるスペースはかなりありますね。なので場所に困ることはなさそう。まあ北海道なんでね、前にあったガーデンハウスよりは分かりやすい駐車場です。1本目にあのサーモンパークっていうところ行ったんで時間を押しちゃったんですけど、まあ開店5分前に着いたんですけど、なんかすごい並んでるとかっていう感じではなかったです。で、駅からめっちゃ近いんですよ。ただやっぱこの各駅しか止まんないんで、そのいや止まんない電車って結構走ってるわけですよ。そこだけ注意かなっていう、こうまあ電車で来る人だったら、まあでも車、まあ、地元民が多いですね。まあここはねあの全然近いんであれですけどね。そしてお寿司屋さんの隣には飲み屋さんがついてました。なんかこういうラブホテル田舎とかにありません？そして今回のお目当てがこちらの30食限定の神寿司丼というやつ。2000円出してお釣りが来るレベルですからね。店内はカウンター型のお寿司屋さんみたいな雰囲気で、外観とのギャップがすごいです。これがメニューで非常にシンプル。それと写真もあるのでイメージはつきやすい。値段は安くて880円、高くて2000円前後と割と良心的。これで1980円。写真がすごいですよね。お盆とか見ても高級感があると言いますか、いいですよね。神寿司丼ってどれくらいの量があるんですか？ああ、じゃあ神寿司丼一つ。神寿司丼で、はい、はい。あとお茶の方はセルフになってますのでお願いします。ちなみに神寿司丼の量を聞いたら、他のお客さんが頼んだのを指さしてあれくらいと言われました。自分お店入った時にすぐトイレ行ったんでちょっと注文が遅れちゃいました。まあパッと見そんなに大盛り感はなかったです。飲んだ神寿司丼がこちら。丼ぶりは思ってたより大きいです。器よりもネタの盛り方がすごい。で、大きさはこんな感じ。てか高さがすごいですね。汁物はお吸い物で器は大きめ。エビの頭とつみれが入ってました。ちなみに頼んでから来るまで5分ぐらいですね。お吸い物はかなり濃厚な出汁を感じます。それに青ネギの風味が効いてました。海鮮丼はネタ1枚1枚はサイズ感は小さめというか、まあ薄めで食べやすいサイズ感になってます。おそらく全ての切り身は同じサイズ感になってるのかな？そう考えると見た目にもかなりこだわり感じますよね。食べるのちょっともったいないけど食べます。サーモンはサイズ感は小さめだけど、よくある粗悪なものじゃなくて、意図して小さくしてるみたいなカットですね。食べやすいです。サーモンの脂も程よく感じるぐらいの。なんか上品に食べたい人にはすごくいいけど、下品にガツガツ食べたい人にはちょっと向いてないかな。上の方に乗ってた映えるような甘エビ。エビ味噌は癖はなくさっぱりした風味。身は濃厚でクリーミーで美味しいです。
で、甘エビに関しては2尾入ってました。甘エビのサイズ感は結構大きめでした。それでネタがモリモリかと思ったけど、ご飯がかなり持ってて、その上にネタで蓋をしてるような感じ。あとはご飯がどれくらいの量かですよね。でもこのクオリティで2000円出してお釣りきますからね。ぶっちゃけ北海道来て下手なもの食べるよりはこういうところで食べるのもありな気がする。でも旅行でなら1週間くらい日程あってとかの方がいいか。っていうか、これご飯が器にパンパンかと思ったら、そこは意外と浅かった。器の高さがこれくらいだとしたら、ご飯はここまでっていう感じなので、見た目よりは量は少なく感じるかもしれない。で、マグロは見た目からして絶対美味しいよね。身の水分が抜けてて、マグロの旨味が凝縮されてる。これも他の身と同じ形、三角形ですね。見た目だけじゃなくてネタもしっかりしてて美味しいです。そしてなぜかしれっと入ってるからし明太子、俺は好きだけど、これは他のネタもしっかりしてるし、いるかいらないかで言うと、別にからし明太子はあえていらないかなって個人的に思いました。2000円出してお釣りが来るような海鮮丼にウニも入ってたんですよ。2つほど入ってました。濃厚というかクリーミーなウニですね。あまり妙にチャーは感じない、マイルドさというか、まあそんな感じ。小肌も一口サイズ、オス感はあるけど脂が乗った身ですごく美味しいです。しかもこの酢飯とよく合うという。そしてエビの卵を溶けたら下からイクラとわさびが出てきました。なのでガツガツ食べてると下のわさびで事故る可能性もあるので気をつけましょう。てかウニもイクラもかなり色がいいです。そこら辺の観光市場と比べるとご飯の量は多いけど、大盛りですっていうのと、まあ初見の見た目のインパクトで言うと、まあ多くはないですけどね。ご飯で卵焼きは甘めタイプ、これは一つだけで、まあよくあるやつですね。初見何これみたいなネタだったんですけど、カニでした。すごいですよね、足の身を開いてるんですよ。これはね、もう今までとはまた違うタイプのハイクオリティな海鮮丼ですよ。味自体はまあ普通のカニなんですけど、まあ、すごく工夫を感じますね。これは多分ヒラメの身ですね。結構しっかりした身で、白身魚の風味ががっつり出てくるような感じでした。全体的に言うことないくらい満足度は高いです。まあ、この日1軒目にサーモンパーク行って微妙な感じの海鮮丼食べてるんで、まあまあまあっていうのもあるのかもしれない。本当によく見る大盛りですっていうやつじゃなくて、お上品な大盛りディアンスみたいな海鮮丼、しかもいい感じに映えるしね。でブリっぽい身もねっとりした食感と、この脂が乗った身で美味しかったです。イクラは粒小さめの醤油漬けのやつでした。そこそこ量ありましたね。何回も言うけど、これで2000出してお釣り来るわ、やばいよ。そりゃリクエスト来るわ。しかも駅からもめっちゃ近いしね。ただ各駅でしか止まらないっていうのと、限定30食っていうのですよね。札幌から新千歳空港間の電車って慣れないと、こう行ったり来たりの繰り返しになるんですよ。そこですよね。で、丼の底はこんな感じになってるんで、米粒を残さずに食べきるっていうのがちょっと難しいんですよね。そして最後にお吸い物で締める。ちなみにつみれはだいぶねんまりしたような、なんかこう濃厚な風味があるつみれでした。皆さん今回どうでした？ぜひ意見をコメント欄に書いてください。やっぱり外観と店内とのギャップすげえな。最初もっとファミレスっぽい感じかと思ったんですけどね。まあ、リクエストが非常に多かった、30食限定の海鮮丼ということだったんですけど、上品な大盛りみたいなね、普通の人でも頑張れば食べられる量だし、大食いの人が食べても満足すると思う。いや、どうだろうな。まあ、でも値段も2000円出してお釣りが来るくらいだったんで、全然良かったです。あ、ただ現金しか使えなかったですっていう感じなので、近所に住んでる方とかは行ってみたらどうでしょうか。多分知ってるかっていう感じなので、インスタの DM までリクエストお待ちしておりますっていう感じなので、毎回みんなが見てくれてグッドボタン押してくれるおかげで、こういったね一番巡りができるので、今後も継続するために絶対グッドボタンとチャンネル登録お願いします。